さてとフィギュアスケートのお話でございます。えー、美さん、よろしくお願いします。こんばんは。先ほど、しょうまくんのいる大阪に、ママさんや、今ちゃん、ト、え、ロ、ー、ちゃんがご到着でございます。えー、ご覧とって本社に行かれたり、また、もふもふたちも、OK、オッケーな、おしゃれなホテルに滞在、えー、かわいい、うれしそう、をしょうまくんが、 外で体を動かして、えー、かわいい、エマちゃんを抱っこしながらトレーニング。うれしそう。かわいいが、かわいいを抱っこして、えー、したら、なんだこの可愛い,い動きは。うん。かわいいが、かわいいを抱っこして。夜だから、エマちゃんの目が、目がピカッと光っていれば、シマ君の癒しになりますね。トロちゃんもおいでと、2匹も 2匹を同時に抱っこ。えー、幸せな時間だわ、えー。スケートはどうかなうん、スケート気になりますね、えー。ジャンプもバッチリ練習してますよ、えー。綺麗なジャンプ。いいぞ。少しモフモフパファーを浴びたらもう、えー、頑張りますよ、えー。全日本選手権12年連続出場に一番輝くメダルを大阪で、えー、クリスマスの25日にかけてもらえますようにサンタ様よろしくお願いします。 うん、12, 年12年連続っていうね、すごいですね、本当に。うんえー、マルディンさん、よろしくお願いします。うのわんばん3本目来ましたよ。コランとって本社に潜入。すごいですよねあの。かなりのスピードでございます。ただ今、車で正真君追いかけるよ。今、4キロキープしてるね。大阪ホテル着。 えー、トロ、初めての場所でのチェックだね。えー、ご覧とって本社の訪問。わあ、翔馬くんのフォトがあちらこちらにいっぱい。どのショットもかっこかわいい。さてさて、えー、お食事タイム。今はマ,ママさんの手作りご飯ん。翔馬くん、練習前に外で、今、えー、トロを変えて、えー、ダンベル代わりにウォームアップを癒されたから、練習調子下さげということでね。まあ、気持ちもいい感じですね。うん アサユル姫さん、ありがとうございます。カブさん、こんにちは、えー。グランプリファイナル無事終了し、いよいよ世界一大変なナショナル全日本ですね。うん。今年はジュニアの島田茂さんが注目されています。そうなんですよ。今まで、えー、ジュニアで全日本優勝をしたのは、男子では本田竹史くんが95年から96年シーズン、当時14歳、中学3年で地上最た優勝は、 今も破られていません。まあそうなんですね。あとは竹内教科部長19歳98年から99年シーズン、えー。女子は渡辺恵美さんが13歳で初優勝して8連覇。すごいですね。72から73シーズン。伊藤美里さんは15歳で初優勝して8連覇、えー。引退後復帰してさらにもう一勝84から85シーズン。 この2人がジュニアカテゴリーがどうなるかはどうか分かりません。えー、すぐにふみえさんが16歳、96から97シーズン。椎名千里。 千里さんが16歳、えー、99年から、えー、2000年、えー、安藤美空さんが16歳、2003年から2004シーズン、えー、すぐりさん、安藤さんは世界選手権に派遣されましたが、スケレンの新しい段のような高校転換により、4大陸で先行となり、椎名さんは4大陸で結果が残せず、世界選手権に出場できなかった、そういうことだったんですね。うん あのシーナ千砂都さんはですね、あの名前は聞いたことある。演技はちゃんとね、ちょっと見たことないです。僕ね。うん。 全日本4位、4体陸は5位で、恩田さんが世界選手権代表に。うん、そういうことあったんですね。後出しッシじゃんけんみたいな。うん、渡辺美,美さん以前のことは分かりません。さて、えー、今シーズンベストスコアは島田真央さんが持っています。えー、確かに PCS はジュニアでは出にくいかもですが、何かと縛り,りが多いジュニアのショートプログラム、トリプルアクセル飛べない、単独ジャンパートリプルループなどの規定がないシニアだと、どんな構成で何点と。 するのか興味津々そうなんですよねショートでトリプルアクセルやってくる可能性もあるということなんでこれやってきますかねうんでまあ彼女は今年からトリプルアクセルかなり入れてますけどこれはトリプルアクセルショートでやってくるのかどうかも注目ですねライオンキングでうん。 マルディンさん、ありがとうございます。もう一度です。えー、全日本選手権に向けてハードディスク6月間、15日間確保しました。あ、よかったですね。まあ、これしっかりと準備万端っていう感じで。あとね、しょうまくんの肩甲骨の可動域、もう一つ思ったことがありました。しょうまくん、身長の割には肩幅がありますね。うん。えー、表層台の後ろ姿を見て、いつも思うのよ。 ででもね,でね4回転4種類を飛ぶけどよく見ると軸が細く回れてて、えー、肩が内側に入って締めることができるなと思っていたこの頃気づろを、ま、気づいた、うん、この発見は結構大きいですね、うん、僕はそこまではちょっと見てなかったです、えー、佐藤俊君は肩の手術でジャンプ飛ぶない間スケーティングと表現頑張った、うん、グランプリファイナルで特にエキシビションの花で、えー、表現に柔らかさが現れてきました とはいえ、腕の動きに合わせて、目線合わせたい、えり、ー、目線が鋭くなったり、穏やかさを出したりは短期間にはできないと思いますよ。うん。シューマを見ていると、感情表現までできているからすごいけど、ここまで来るのに、スケートに向き合う時間を費やしているもんね。そうなんですよね。本当に。うん。まあ、佐藤俊朽、普段の練習とか、あと見てると、あの、彼はアギオのリンクで練習して、たまにね、えっ、ー、と、練習を見てましたけど、生で。うん。なんかもうほとね、練習リンク降 見た後も本当に静かで、まああのあのんまこう、ね、あのすごいこう、まあはしゃぐっていう感じじゃなくて、本当男は黙ってっていう感じなんで、彼はね、うんだからそういう感じなんで、まあ、性格的なところもあるのかなっていう感じはしますね。うん えー、松井さん、よろしくお願いします。カ、え、ブ、ー、さん、マリニン君のグランプリファイナルの時はあまり良くなかった自衛大会の方がすごく高く、そのまま降りて綺麗に着地した。えー、54点でしょうかね。54いました。うん、えー、これはショートのテクニカルスコアのことでしょうかね。違うかな。なんか違いますね。うん、えー、技術はいいけど、演技が低くなってしまって、ショートがあまり得意ではなく、えー、ないために、うん ショートは4回転アクセルを飛べないからトリプルアクセルをやると回りすぎるのでできなくなると小田さんが言っています。あ多たぶんそのような感じの解釈ですね。うん。あのー、ステップあとシークエンスのトリプルアクセルはうまくいくんですが、単独のアクセルはなかなかショートのトリプルアクセルで、まあ、4回転アクセルのせいかどうか分かりませんけど、うまくいかないですよね。うん 岐阜県立よ4さん、おはようございます。えー、翔馬くん、大阪入りしましたね。うん。いよいよなんですよ、本当練習前にとるエマちゃんと合流。エマちゃんを抱っこして、ダンベル代わりのアップという名の,の癒しですね。うん。素敵な癒しだと思いますよ。素敵なねトレーニングになるんじゃないかな。一方、ステファンはというと、すでに大阪に来ていたもよということなんで、これ結構ね、速報ビッグニュースなんですけど、えー、ステファンが来てくれただけで、えー、来てくれたらそれだけで、100人、 100人力で言うの、これ。うん。えー、私のドキドキもしてファン効果で少しは抑えられる気がする。えー、100人力かな。 孝志郎くんがインスタでお好み焼きの写真とともに、デミさんの名前もチームうのせ揃ぞろいで完璧、小、え、君、ー、にとって特別感が強い、全日本でグラビティでグイグイ引き寄せ、うん、本当ですね、グイグイ,イ引き寄せっていう感じで、G1000 メートルでもっともっと絡めて小君の世界にどっぷり使われ、えー、R18 のパタンパタンでノックアウト。うんまあ、今回は多分ですけど、えー、もうパタンパタンの後の、えー なんアンコールもありそうな気がしますね。ってことは宇野くん郵送、ね、してると僕は、ね、勝手にも思ってますが多分アンコールで、ねえー、G7 メアトルるとかやるのかな うん、何事もなく、えー、迎えた全日本は今まで2回くらいしかないと言っていた翔馬えー、今回は何事もなく進みますように豪商馬うん武道についてはね本当に僕何の心配もしてなくてなんか最近ねどの試合も野選手の演技僕心配してないんですよあんまりうんあなんかいけるかなと思って見てるんでもう,うわーとかおーっていう感じじゃなくてもうなんかねショーですねもう完全にショーなんですよそう、うん、だからね最近野の選手ショーとはちょっと緊張フリップあるんですよ けど、フリップの前とか緊張するんですが、ただ全体的にはもうやってくるんだろう。っていう感じはするんで、本当に安心してるんですよね。うん。ベビ,ビーバズさんおはようございます。こんばんは。いよいよ全日本選手権が始まりますね。私は25日は所持情でお仕事休むので、唯一ゆっくり見れるかな？な うん。あ、よかったですね。この日は、えっと、フリースケーティングの日になると思うんで、22日木曜日から土,土曜日までお仕事で見れないために、録画で早送りで結果を見る。え、グランプリファイナルも配信買ったけど、時間がなくて見れず、え、今回というより、毎年全日本って誰が勝つのか、表彰台になるのか、いい成績を取るのか、予想がわかりません。年は、シママオちゃんが優勝、あ、シママオって言うんですね。シママオなんか、シママオちゃんってなんかいい感じがしますけど、 郵送するのか、うん。ね、マオちゃんどうなっちゃうんだろうっていう感じで、それとマイちゃんかな、カオちゃんも少しでも元気に戻ってくれますように。あとはもう視点にお任せします、ね、本当ですね。もう視点に任せるっていう感じですよ。いい選手ばかりなんで、そして男子はショーマが逃げ切って郵送するとして、うん。もう逃げ切るっていうか、もうショーマワールドの世界なんで、ウド項目全然心配してないですね。うんと、うん。うまくいくと思ってるし、もうかなりいい成績を残していくと思うので、もう。 作品を見る感じでもう見ていきますよ、僕は。うん。まあ、ショートで4回転とト,トリプルトーーなるかどうか。気になりますね。4T、3T。うん。グランプリシリーズに怪我で出られなくて悔しい思いをしているユーマが、そユウマくんちょっと心配なんですよね。あと、他の選手ね、カオくんとかね、ね佐藤駿くんとか、ね。山本選手も安定してますけど、友野くんとかもいるし、うん。坪井たっちゃんもいるし、どうなっちゃうんだろう、本当ね。 悔しさ抜群でいい演技をして優勝しそうだったけども、えー、怪我が感知してない状態での出場なんで無理はしてしないでほしい。友野くんも昨シーズンは惜しいところまで結構来たんで、できたら今年の全日本選手権に初表彰台に、えー、乗れたらいいなと、そうなんですよね。うん。くんも、 ゲさんの大会からのショートの点数がずっと高めで、えー、グランプリシリーズからスタートしてもずっと2できているし、えー、強さ戻ってきたんで、表彰台にも乗れそうかも。うん、そうたくん、今季ほんとダークホースでしたね。うん、全日本も良かったらもう完全にこれはすごいですよ。うん、もう金を狙ってんのかなっていう感じすらしますね。うん、遠慮なく取りに行ってる感じはします。えー、シくんもカオくんも伸びしろプラスアルファいいところも来てるので、どこまでくれるか。うん、カオくん ねちょっとグランプリーファイナルフリーは、えー、悔しい思いがありましたからね片井瀬君と吉岡君もジュリアンながらに先輩スケーターと一緒に表すことになるのかな、うん、片井瀬君はジュリアングランプリでちょっとミスがあったんでうん新ンの対が出まってるんでしょうかね、うん 楽しみでございます。何より私は、スナ君がフランス大会での不体調不良での危険で、えー、あれから私たちファンの皆さんも心配をしていますが、で、日本では元気な姿で戻ってくれますように、そうスナ君ね、最近ちょっと出てこなくて、まあ体調が良くないということは心配ですけども、うん。女子は、 あのーえー、松池栄梨乃さんもちょっと気になりますね。うん。全日本では現気な姿を待ってくれますように、タイトニックの演技をテレビで見たのがアメリカ大会のみなんで、全日本では三宅市なしかできないタイトニックの演技で、私たちを魅了してほしいし、笑顔で追われたらいいなと思っています。そうなんですよね。うん。まあ、彼は今シーズンそんなに上うまくいってないので、全日本ではね、う、え、ま、ー、くいけば行ってほしいなと思います。 はいえ本当に全日本は毎年ワクワクしています。フィギュアスケートファンの皆さんも、現地に行っている、えー、人や、えー、テレビで観戦している人たちへ、一緒に全日本選手権楽しみましょうね一緒に。そうなんですよ。一緒にね、楽しみましょうね、うん。応援動画を撮るかどうかちょっと分かりませんけど、もう応援をね、ちょっとしていこうかなと思っています。はい 私も無職ださん。ありがとうございます。えー、かぶくんこんばんは。またまたお邪魔します。えー、バーベキューおいしそうですね。私は料理のレパートリーが少ないんで、美味しいものが食べたくてもなかなか自分では作られません。なので、お腹が空いたときは、徒歩1分の実家に行って、母の手料理を食べてもいいですね。うん。ほんとはそっちの方がいいですよ、本当はね。まあ、僕もね、料理、レパートリー全然ないんで、もうあの、切って、 でもう野菜切ってですね、もうジュとか焼ければもう <laughs> で、勝手に料理になっちゃうんで、もうそんな感じで結構適当感ありますよ。うん、あとはもうしょうとかみりんとか塩とかバーとかやって、もうで,できちゃうんで、はいはーって感じでね。うん。ところでグランプリファイナルを見てきて気になったんですが、イザボー・レビト選手とフリーの演技の曲、どこかで聞いたことあるなってずっと気になっていたんで、気になって気になってしょうがなかったんです。 そして、ふと思いつきました。そういえば、カブ君が踊っていた曲、マイ・スウィート・ t e n テンダー・ビースト。そうなんですよ、あの曲。うん。だったっていうこと。すごくいい曲ですね。えー、大好きな曲です。かぶくんの演技も素晴らしいですが、いざボー・リビット選手の演技も素晴らしい。ありがとうございます。そうなんですよ、レビットの場合は、このマイ・スウィート・テンダー・ビースト、これ、ロシアの映画なんですけど、あの、この曲を滑ってて、うん。ましたね。でも、これ、レビットの場合は、ボーカル付きのね、ちょっと、あの、揺でお 穏やかな感じの曲ですね。で、僕が使ってるやつは、昔2002年のそれゾネクシティオリンピックのショートプログラムでサー,サ,ラヒュサ,サーシャ公演が使ったんですよね。うん。なので、まあ、使わせてもらいました。すごくいい曲でね。うん。はい。え美、ー、馬さん、どうもです。おはようございます。昨日、私にもシャマのブルーレイ届いていました。うん。 えー、なんと子供が配達受け取りをしてくれて、ニヤニヤ、ママ、はい、プレゼントと、またまた家族にバレバレです。えー、明日は昼間時間がありそうであり、見れそうなんで、全日本前に見なくては。うん、ドキュメンタリーみたいな、映画みたいな、どんなんだろう。何か冒頭からびっくりあるとかということですね。何かなという感じで、結構なんかお宝映像あるんでしょうかね。えー、そして、また昨夜のニュースアルファでしたが、てかね、見ましたよということで。 何かどうしても H さんを出して比べたいのは分かりますが、インタビューの過去の一部をチョイスして、ピョンチャン五輪のインタビューで、いい意味で鈍感、僕は超敏感ですけど、は、えなぜ今それを使うか、鈍感と言われた瞬間、翔馬くんピクッと距離反応をしました。あ、そうなんですね。これは H さんでは、羽生選手のことでしょうか。これはちょっと、 どういうういことだだったんだろう私もえ違うよそれから翔馬くんが天然や考えていないなど言われていてある日翔馬くんは自分で僕は天然ではないはず。 ちゃんと考えています。うん。僕もね、これ、いい意味で天然ってちょっとうのくのことを思っていましたが、最近はちょっとそういったイメージが変わってきましたね。うん。あのそういうことだったんですね。と、テレビでインタビューで言われました。今更また出したり、真のエースになるために、など、なんかもやもやした番組になり、ツイッターでも同じように感じた方が多かった。あ、そうなんですね。ちょっと、あの、宇野選手のファンの間で、物議になってる感じでしょうかね。 ちょっと心配でございます。なんかあの新フィギュアともいいですね。あの、今回の全日本選手権のテーマが新フィギュアっていう感じなんですが、僕はそんなに気にならなかったんですが、もうちょっとこうまあ、物議になってたりするっぽいんで、うん。なんかモヤモヤしてる感じがありますかね？しゅま君は練習コツコツ頑張ってき捻挫したり、調子悪く。もう危険をしたらにもやはりですね。世界選手権などに出ていて、日本の男子の出場枠取りがあるからなんとしても。 頑張ってエースの役割きっちりされ、結果もメダルを残し、頑張っていきますよ。連打で足が、足ゅもくんも痛くて、北京オリンピック団体戦にきっちり出て、見事、団体戦の、団体戦、銅メダルの貢献をしたり、エースの役割を前からやってのけ、すでにエースなのではと、うん、そうですね、今年は特にまあそういう感じで、王者の自覚っていうのを感じますね。 うん、もう少し今年もエースとして皆を引っ張って頑張ってください。えー、など伝えてほしかったなということですね。ショーマファンは皆さん分かってますよ。えー、知らない方にも知ってほしいな。奇跡見てほしいなということみたいですね。結構なんかちょっと物理っぽくなってる感じでしょうかね。うん。えー、YM さん、ありがとうございます。 いつきくん、うのわんわんチャンネル3連投でしたね。なんかすごいですよね。ロードオブ全日本みたいで楽しかった。ありがとうね。しゅうまくん、週始めには大阪入りだったのかな、えー、夜の練習、関空のリンクだったようですね。とっても綺麗な4回転で調子いいのかなってちょっと安心をしました。うん、うの選手は非常に調子がいいということなんですよね。このまま何も考えずに演技もしてほしいです、えー。関空のリンク、私2019年の年末オープン記念アイスショーに行ったのを思い出しました。 えー、見た感じだけですが客席もリンクも新横浜のリンクよりは小さい感じでしたが、えー、空港のすぐ近くなんで国際大会なんかをするには練習リンクには最適だと思うということですね。 うん、なるほど。オープニングイベントでは橋本聖子さんも来ていて、SP スケの靴でリンクを周回されていました。あ、なるほど。うん。出場者は寛大の選手が中心でした。まだシングル最後の大ちゃんや宮原さん、紀平さんも滑ってくれて、全日本終わったばかりでお忙しいところ、ありがたい限りです。あと、神宮がスケートリンクのシンクロチームが演技してくれて、 本格的なフィギュアのシンクロを見ることができました。おお、シンクロチームね。神宮外苑。うん。はああ懐かしいですね。なんかでもこれ、神宮外苑で滑っている女性の方でね。うん。あの、ドイツに行ったり来たりしている女性の方がいてえ、神宮で練習されてるって言ったら多分このことかな、シンクロって。うん。チビコアイスタンスチームがとかも出ていて、ライトが当たるような本格的なアイスショーではなかったんですが、手作り感満載の楽しいアイスショーでした。うん。 スケレンの偉い人のご挨拶で、今後アイスタンスやペアの選手を中心に使用を計画しているっていう話でしたが、どうなったのかな中道先生は今、あそこを拠点にされていますか確かナショナル、ナショナルトレーンになっているんで、強化選手は練習に使っているのかもですね。新しくて、綺麗なリンクなんで有効的に使わ、有効に使われるといいなと思います。えすみません、翔馬んのお話ではないですが、楽しかったんで、急に思い出して勝ちたくなってしまい うん、今日から全日本、夕方の滑走準抽選から、ドキドキあ今日かということなんですね、今日水曜、あ今日も日本時間でもう水曜日迎えてるということなんで、抽選会は今日ということなんで、ね、どんな感じになるのかね、うん、えー、注目でございます。はい